シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。よく抜けばモンストニュースまとめやってくってやつで。さあ、というわけで今回も毎週恒例モンストニュースまとめやっていくぜ。はい、ということで、テンスラコラボ追加情報やってきたぜ。予想を超えるボリューム。いや、これ明らかに気合入ってんだよな、マジで。まあ、現状でももう神コラボ間違いなしという状況になってるぜ。はい、もう早速まとめていきますか。まず、超究極爆炎の支配者、シズさん、やってくるぜ。ここ、本名じゃなくてシズだけだけど、はい、シズさんやってくるよ、マジで。いや、昨日の予想の段階で4種類紹介したんだけど、みんなの予想も本当に割れてんだよな、綺麗に。いや、こんな予想今まであったかって感じだったんだけども、シズさんやっていたわ。まあ、要するに第1弾よりにやってるな、やっぱり今回のコラボは。だから第2弾これ来るよマジでそれ想定してるよな。はい、このシズさんのクエストは1回勝てばいい系となっていて、基本的にこういうタイプのクエストは難易度がかなり高い。でも勝利するとシズさんを運極で1体ゲットすることができるぜ。いや、これはマジで嬉しい。まあ、勝利すること自体はスキルが発動できるから、それはまあ意外とできるとは思うんだけども、後に紹介するやつで勲章とかが手に入るスキル発動なしミッションがあるんだけども、まあそっちはちょっと難しいのかなというところだよな。前回のハガレンコラボのお父様を想像してもらったらいいと思うぜ。まあ原作的にも属性的にもリムルがハマってくるんだろうか。いや、またハマるの？あいつマジ強すぎでしょ本当に。はい、ということで3月25日土曜日19時からお忘れなく。はい、さらにある、リムルの忙しい日々が登場。ここでリムルコインを集める、まあ、オラコインみたいなやつがやってくると、これまであんの？ボリュームすごいな、マジで。で、このリムルコインを集めて、コラボキャラクターやアイテムを引き換えよう。3月24日、明日から始まるぜ。で、詳細見ていくと、クエストにはこのリムルボックスが出てきます。これを、まあ、倒すと、コインが手に入るのと、まあ、途中でね、逃げる場合あるから、すぐ倒してね、と。で、マルチでやると、獲得量アップするから、マルチやった方がいいよね、という風になってるぜ。はい。で、デイリーミッション登場ということで、はい。おい、今回もう欠片ももらえるんか。しかも、まあ、チケットだけど、オーブも配るんかよと。いや、すげえな。気合入ってるわ、本当に。でも、これデイリーミッションで、さっきのコインで引き換えするものではないんだよな。1日に2000枚集めると、もらえますっていうもので、これ、怖いのが、逃す可能性があるよな。取れなかったらもう取れないんだもん、このかけら。マジで怖い。だって俺こういうタイプほんと逃すから、かけら逃すと立ち直れねえわ。マジみんな気をつけて。でもオーブもらえるのは嬉しいよな、チケットだけど。はい、お次、ゴブタ登場。いやー、すごいな。俺嬉しい。ほんと、ゴブタとランガすげえ来て欲しかったんだけど、ゴブタ来てくれたわ。ちょっとランガは使用キャラでは無理そうだけども、はい、ゴブタ登場。で、これがリムルコインで交換できますよと、ボイスセットもある。シズさんのグッジョブもある。戦型の章もある。ストライカーカードもあるぜ。ここで来るんだな。デザイン今こんな感じ。絶対に交換しよう。はい。で、さらになんと、スキル追加で、それがクエスト報酬の経験値がアップするものとなっているぜ。50倍アップするみたいで、いや、これでランク上げできるよ。まあ、俺ちょっと基本的にランク上げをしないから、詳しくないんだけども、コナンコラボの時もこういうのあったよな。まあ、結構上げれると思うから、ランク上げのチャンスということで、これもお忘れなく。で、スキルの同時発動可能数も1つ追加で、最大6つ発動可能だぜ。オッケー。はい、お次は新たなミッションが登場。さっきも言ったけども、まあ、ここで、さっきの超究極のミッションがあります。で、ミリムのやつもあって、スキルを発動させずに残り HP100% でクリア。で、さっきのシズさんのやつは、スキルを発動せずにクリアと。で、やっぱりシズさんのこの仮面の勲章もらえるんだな。で、プラスでスキルポイントとベルドラ、30体ずつもらえるということで、これもう1体運極作れるんかな。はい、という風になっており、ベルドラ、人型バージョン、やってくるぜ。いや、すげえな。ボリュームがすごいんだわ。しっかりとこだわってやってくれてる。
まあ、第2弾が来た場合にガチャゲンとして来るんかなと思ったけども、まあ、ここで登場よ。まあ、全然第2弾来た場合、ガチャゲンの可能性もあるんだけども、まあ、まず来てくれた。で、この入手方法というのが、はい、リムルミッションに無限牢獄ミッションが登場、さらにやってくると。で、これをクリアすると、今もらえるこのベルドラを進化解放で、こっちにすることができますよと。で、下見てもらうと、ステータスは同じですと書いてあるんだよな。だから性能同じなんかな。このステータスというのが、その運営の発言上、攻撃力とかスピードとかの部分も言う時もあれば、全体をステータスという風に発言する時もあるから、ちょっとわからんのだけども、まあ、あって SS がちょっと違うっていう可能性は全然あるのかなと、ドクターストーンの獅子王司みたいな感じで、はい。ということで、これが明日開催で、ミッションはこんな感じになっていて、ヒュースをイメージしてもらえたらいいかなという風になっているぜ。これをすべてクリアすればいいのではなくて、100% になるようにやってもらえばいいというもの。だから、たくさんもらえるものは難しいから、それをやらずに、簡単にできるもので 100% にしてもいいよというもの。まあ、ここにあるものがすべてではなくて、ここにボンってあげるんだけども、まあ、シズさんの超究極をベルドラを入れてクリアするのは 100% すぐいけるけども難しい可能性がある。だから、簡単めの降臨とかで、10% ずつ貯めたりとかそういう戦法でやるのもいいのかなというふうに思うぜ。はい、これがあります。で、開催期間中はラグボーナス、運極扱い OK! 豪絶ベジテパラ。光じゃないんかい光じゃないんかい、ゴールドでやってきますよ、来週お忘れなく。はい、重心化はトリトンさんやってきたぜ。はい、ということで、貫通&ゲージ神、バランス型シールド、アビリティ超マインスイーパー M、超アンチウィンドウ、非属性キラー、ユニバースキラー、ゲージアンチワープ、ストライクショットターン8プラス4、ダメージボール16バリア、ワープ、地雷を無効化するオールアンチエッセンス、友情コンボ、貫通扇形拡散弾10、超絶クロスウェーブとなっているぜ。はい、ということで、このトリトンさん、まあ殴り火力出していきますよ、超バラに超マインスイーパー M、で、2種のキラーがある、非属性キラーにユニバースキラー、というところで、まあ、火力出していきます。で、まあ、ギミックの適性上、まあ、未開36にいけるかなと。まあ、そこの適性は持っている。まあ、でも、まあ、全体的にはやっぱり普通といったところかな。まあ、その、トリプルアンチで今後ハマってくれたらいいのかなというところ。で、とは言っても、オールアンチエッセンス持ってるから、まあ、強引にどっか行けるかもしんないと。まあ、でも、殴り火力はある程度出していけるというふうになっているぜ。ああ、これなんかみんな楽器演奏、ああ、ペンギン、ペシババル！お次は犬坂ケノー。いや、ちょっとこれ予想難しくねえか。はい、というわけで、ケノーさん見ていくと、まあ、こんな感じの性能になっていて、サポートできる、性能になっているよな。まず、SS 単チャージがあり、SS 単短縮で早く打てるこのバフ SS。味方のパワーを一定期間アップ。まあ、こういう部分は、なかなかいいよなというところと、超砲撃型で友情ブーストの乗る友情コンボ。まあ、反射衝撃波は別にそこまでって感じだけど、この超強拡大爆破弾は、まあ、威力出るときはかなりバーンって出てくれるよな。誘発もしてくれるし。ということで、まあ、全体的には、サポートできる性能となっているぜ。まあ、工場のガチャ券としては、たまに高難易度で入れて、あ、いい動きしてくれたなっていう感じはあるかもしんないけども、まあ、これも普通かなというところだよな。悪くはない。はい、という感じになってるぜ。はい、で、モンスト春祭り2023が開催されるみたいで、まあ、昨日の予想動画で、去年ミニパークがあったから、まあ、そこで、似たようなものが発表されて、Xフラッグパークの今後がわかるんかなとなっていたけども、やっぱり濁してきたというものになっていて、で、これがどうやら、4月29日開催され、10時から17時と、で、一応16時までなんかいろいろイベントがあるみたいで、残りでモンストニュースがあるのかっていうとこだよな。前回ミニパーク去年、モンストニュースがあって、そこでコナンコラボとか、いろんなね、発表が、アベルとか、そういうのが発表あったから、どうなのかなというとこだけども、まあ、現状まだわからないというふうになってるぜ。こういう大会があるんだって。はい。二人一組で参加可能。さらに、ネオは使用不可能。で、こんな感じのイベントあるんだって。オッケー。
で、モンストスタジアムアップデート。はい、OK。ミステリーレコード。はい、次、3月30日木曜日16時 OK。はい、ラッキーも OK。次の曲だ、ババババ。さあ、というわけで、性能判明したから、シズさん見ていこう。貫通で砲撃型の、まあ、運枠としては、ある程度火力に出せるこの友情コンボを持ってる点もいいんだが、そこではなくて、高難度に行ける感じの性能になっている。トリプルアンチでアンチ転送壁で将来性もあるし、現状豪絶プレデビオルで適性を持っているぜ。無属性耐性 M で毒メテオの威力を防ぎつつ、状態上底力で火力を上げて殴っていける。超アンチ減速壁でも早く動けるし、でこの SS、 これ追撃もあると。オッケー、SS ターンチャージで味方の SS も早く打たせてあげれるし、まあそういう感じで全体的に優秀かなと。無属性耐性 M すごいな。インフェルノフレイム、もはやここまで。はい、というわけで超究極イフリートのギミックが判明したから解説していきたいと思うぜ。はい、まずは要注意ギミックは、プブロック要注意ギミック減速壁貫通制限となっていて、ゼロコンティニュー専用ステージ、属性効果超アップ、弱点効果アップ、敵に触れるたびに攻撃力アップとなっているぜ。はい、もうこのギミック見てもらうと、リムルだよな、もう。リムル適正なんだわ。で、属性効果超アップだから、水属性以外で来ないでね、弱点効果アップ、まあ、弱点殴ってください。敵に触れるたびに攻撃力アップということだから、まあ、敵にいっぱい触れて、ボス殴りに行って、弱点殴ってくださいね、という感じになっている。だから、敵の体力結構多いかもな、ボス。まあ、それを、だから、敵いっぱい触れて弱点殴るの難しいかな、リムルの割合 SS で強引に削ってくださいね、ということなんだろうな。もう、そういうことですわ。はい。というわけで、ちょっと適性見ていこう。はい。水属性、アンチワープ、アンチ減速壁、反射で、一応、まあ、全体見ていくわ。ガチャだけじゃなくて、はい。こうなっていって、まあ、リムルなんだよな。まあ、リムル。まあ、いっぱいいるけども、まあ、リムルだと思うわ、これ。はい、見ていくと、リムルさんは、回復系とか防御系の SS じゃなくて、回復系のアビリティしっかりしていて、まあ、体力維持できますよ、バリアとかで鬱陶しい状態上も、まあ、最初防げますよ、というのがあって、SS の割合 SS で強引に削っていきます。さらに、友情コンボも、まあ、少しは入るかもね、という風になっているぜ。で、なんかね、結構優秀な重心化会組が、適正入ってんだよな。例えばこのカンウさん見ていくと、この人超スピード速いんだけども、火力を上げるアビリティが豊富についている。それで、この SS が敵を倒せば倒すほどパワーがアップする SS で、今回のギミックと結構相性がいいよな。いっぱい殴って倒していって最後ブリ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 とガーンってやれるから、まあそういうね、優秀な部分があるのかなと。はい、お次はまあ出雲かな。うん、出雲さんも、やっぱり、耐性と殴っていける感じが優秀なのと、この SS でアイテム出せるのがちょっと面白いかなというところだぜ。はい、お次が誰見ていこうかな。ケルケゴールか。このケルケゴールさんも連撃キラー EL で早く打てるこの SS で面白い削りやっていけんのかなというところだよな。さあ、で、次はワートリの双葉ちゃん。この人、暴れ回って敵に触れまくって上げて火力を最後ブリブリドカーンっていうセンスをかませるから、そこがちょっと面白いんじゃないかなというところだよな。イノスケ&善逸も同じような感じでワンパン系として最後ぶちかますから、敵にいっぱい触れて最後ボスに向かってザキューンっていくのが結構ギミック的に面白いんじゃないかなっていう感じだよな。はい、ギミックはちょっと違うんだけども、割合&加速で結構サポートしていけるんじゃないかなっていうところはあるよな。敵にいっぱい触れなきゃいけないから、スピードも重視になってくるから、まあ、この友情コンボと割合性質はキラヤマといける可能性が十分あるのと、ラムだよな。ラムアルファもかなりサポート、同じように割合と、スピードアップでサポートしてくれる可能性も全然あるのかなというふうに思うぜ。 OK、まあ、意外と幅広い。でもやっぱりリムルゲーになってくるのかなというふうに思うぜ。はい。というわけで皆さんの予想を待ってる時間でございます。あばよー!